ヒラの仕様、ビジョンを共有し、未来を彩る。ヒラの仕様が再びアクアロックスのイメージキャラクターに、エンターテインメント界のアイコンであるヒラの仕様が、再び注目の的となりました。2022年に初めてボシロムのアクアロックス UV シンの CM に抜擢され、その魅力を余すことなく発揮。そして、2024年に再びアクアロックスのイメージキャラクターに再起用されました。 ヒラの仕様の魅力は、彼が単なる美しさだけでなく、彼の生き方や価値観にも根ざしています。ファンと企業の信頼を勝ち得る要因の一つは、彼の日常生活におけるアクアロックスシリーズの一部としての姿勢です。紫輝くんは、自身がアクアロックスの愛用者であり、その魅力を自らの言葉で伝えることができる稀有な存在として注目を浴びています。オシロムの公式は彼の信頼感と人柄を強調し、 平野の仕様がアクアロックスのイメージキャラクターであることを誇りに思っています。彼の存在感は単なる商品広告を超えてプレミアム感をもたらし、ファンと企業の架け橋となっています。しかし、これだけでなく、紫輝くんは単なる商品の広告塔ではありません。彼はエンターテインメント業界の象徴であり、日本を超えて世界に輝く存在となっています。彼の高級感や魅力が、 企業にとって単なる広告戦略以上の存在価値をもたらしているのです。新たな CM や広告においても、平野市業のかっこいい姿勢が注目を浴びています。公式 X のヘターやホームページの変更は、彼の存在感を際立たせ、ファンとの結びつきを深めています。アクアロックスシリーズは、単なる商品ではなく、紫輝くんの日常の一部として位置づけられ、ファンからの支持を受けています。また、 企業が彼を再び起用する理由は、商品を身近に感じ、自らの魅力を伝える能力にあるとされています。平野仕様とアクアロックスの組み合わせは、商品に新たな次元をもたらし、コミュニティ全体に新しいエネルギーを注入しています。ファンとしても、彼の存在は絶望されています。 毎日、紫輝くん、岸くん、ジンくんのことに触れることができ、V101CD の予約や雑誌の予約など、楽しみがたくさん生まれています。企業様の平野仕様への愛を感じ、その熱意に感謝の気持ちでいっぱいです。紫輝くんの未来には、コンタクトレンズを通じた新たな挑戦も待っています。彼の思いに向かって進む強さがあり、これからも彼が自由に、そして思いのままに活動していくことを期待しています。 最後に、テウンさんへの感謝の気持ちも忘れません。彼の存在が、紫輝くんとファンの間に生まれる特別な瞬間を支えていることに感謝しています。エンターテインメント界において、平野紫耀はまさに未来を彩る存在と言えるでしょう。